どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪の短い方向けのスタイリング方法と、あとアレンジ方法をまたご紹介します。多分家にいらっしゃる方って結構多いかなと思うんですけど、まあ急なビデオ通話をしないとダメっていう時とか、まあズームで飲み会をするとか、いろいろあると思うんですよ、家にいてもっていう時に結構使えるスタイリング方法とアレンジ方法になってます。前髪切りたいけど切れないっていう方におすすめになってますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。直していきます。では始めていきます。まず前髪のボリュームを出したい部分を分け取ります。次にしっかりと櫛で溶かして、なるべく少しこう平行の状態に持ってきてあげるといいかなと思います。根元の部分を挟んでいきます。横から見た感じです。ダッカールを根元に挟んでいきます。少し根元がこう上向きになるのがポイントです。こんな感じでダッカールがついている状態になってます。次にドライヤーをやっていきます。根元の部分に下から横から上から全体的に当てていきます。このまま時間を置いてもらっても全然大丈夫なんですけど、時間がないときはちょっと冷風で髪の毛を冷ましていきます。で外していきます。櫛でしっかりと溶かします。こんな感じで横から見た時にふんわりとボリューム感が出てます。前から見た感じもこんな感じで出てます。でここでストレートパーマをかけてる方だったりとか直毛の方だと、結構ここだけがボリューム出て毛先がこう丸くならない場合があるので、その時はマジックカーラーを使って巻いてあげます。ドライヤーの風を中に入れていきます。で少し冷まして外していきます。すると毛先にしっかりがカールがついている状態になってます。はい、こんな感じで仕上がりました。結構丸みというかふんわり感が出て、まあカーラー巻いたんで毛先は内側に入ってるんですけど、ボリュームアップした前髪になりますので、よかったら参考にしてみてください。少しだけシアオイルをつけていきます。あんまりベタつきがないぐらいの感じで、少し髪の毛がまとまるぐらいで OK です。前髪の少し上の毛束ですね、サイドに落ちる毛束なんですけど、その部分を少しだけ取り分けて真ん中に下ろしておきます。サイドの毛束は少しダッカールで止めておきます。このくらいの毛束が落ちていればベストです。次に前髪を左右どちらかに少し持ってきて、そこで前髪を3つに分けて三つ編みをやっていきます。そんなにしっかり編まないで、結構ラフな感じで編んであげると良いかと思います。次に前髪の部分をゴムで結んでいきます。サイドのダッカールを外して、まあ大体でいいので鉢植えの部分を次に留めておきます。次に前髪のこの長い髪の毛と、まあ、サイドの
毛束を同じ分量ぐらいでいいので取り分けて、この辺で合わせます。次に合わせた毛束をゴムで結んでいきます。ここはちょっとしっかりめに結ぶと崩れにくいので、しっかりと結んでください。ダッカールを外して髪の毛をなじませます。ここのゴムの部分を押さえながら少し前髪の部分を広げていきます。あんまり広げすぎると崩れやすいので、少しおでこにかかるぐらいの髪の毛を引っ張って出していきます。反対側のダッカールも外してなじませて、でお好みでこの辺のボリューム感、ちょっと高さがあった方が可愛いかなと思うので、少しだけ高さを出すようにしてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。伸ばしかけの前髪に使えるアレンジ方法になってます。よかったら参考にしてみてください。まずサイドの髪の毛をダッカールで留めておきます。次にティッシュを使っていきます。だいたいまあ2回ぐらい折って縦長にして、前髪もだいたいでいいので3等分ぐらいに分けていきます。ティッシュに毛束を挟んでいきます。挟んでティッシュを内側にくるくるっと丸めていきます。ティッシュの部分とこの毛束の内側の部分ですねにシングルピンをつけていきます。残りの前髪の毛束も同様にやっていきます。毛束をティッシュにくるませて、ティッシュを内側に丸めていきます。ティッシュの部分と毛束の内側の部分をシングルピンでしっかりと留めていきます。3つ目の毛束も同様にティッシュにくるませて内側に丸めていきます。こんな感じで止まってる状態になってます。ここでサラの巻き髪ウォーターをつけていきます。軽くティッシュの部分につけて湿らす程度で大丈夫かなと思います。少しだけドライヤーで温めていきます。少し冷ましたら全体的に外していきます。串で全体的になじませていきます。最後にシアオイルを前髪につけて毛束感を出してバランスを整えたら、こんな感じで完成です。結構しっかりと前髪のカールもつくので持続力もアップします。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあまず横の髪の毛をダッカールで留めておきます。次にストレートアイロンで前髪を通していきます。
串で一度通してアイロンを軽く入れます。少しその時にこう丸みが出るぐらい少し湾曲させてやるとバランスが良くなります。で、巻いた直後本当にすぐに前髪をまあ半分に分けて上下にで、マジックカーラーを巻いていきます。このマジックカーラーの大きさは大体32ミリぐらいの大きさで、上の部分と次下の部分を巻いていきます。少しこう上に上げるような感じで巻いてあげるといいかなと思います。前髪の引き出す角度です。少し上気味で引き出してあげるといいかなと思います。で、まあ大体30秒ぐらい、自然で置くんだったら置いてもらって、でその後に外していきます。だいぶこのままでも綺麗に前髪が出てますが、結構持ちが悪かったりとかするので、その時とかはスプレーをこの櫛のところにスプレーを振りかけて、で前髪の内側を溶かしてあげます。そうすることによって汗によるカールの取れがなくなったりとかするので結構持ちやすかったりもします。内側の部分もまあ一番何ですか、おでこに近いところと次真ん中の部分ですねをスプレーをつけてなじませてあげます。あまり上の表面の部分はつけない方がカールの持ちがいいかなと思うので、表面はあんまりつけないようにしましょう。こんな感じで前髪が仕上がりました。ストレートアイロン入れてマジックカーラーを巻くことによって形もよく持ちがいい前髪ができますので、前髪のスタイリングでお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。はい、こんな感じでご紹介させていただきました。まあ今は本当にこう皆さんね、家にいる時間が結構多いかなと思うんですけど、まあちょっとでも気分が変わってテンションがちょっと上がってもらえたらいいかなと思ってちょっと紹介させてもらいましたので、ぜひご参考にしてください。で、今後また動画こういうのが知りたいとか、ちょっとまたライブとかをこう頻繁にやっていこうかなと思いますので、皆さんなんか気になることあったりとか、まあコメントいただければ、またそれに合わせたものをちょっと作っていきたいと思いますので、ぜひコメントもください。それではまた、さよなら。